I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Avengers. Please enjoy. Echo. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。どのモードをプレイするのだ。行きたまえ。さあ、旅に出かけるとしよう。うん。ひーつ、つえに、逃げるだシルチ、待てよ。おとえし、逃げんな、この野郎。消えちまった。奥安の時と一緒だ。城太郎さん、教えてくれ。今何が起きてるんだ。奥安と露伴はどうしちまったんだ。シゲチンはなんで生き返ってる。城太郎さんはどうして若返ってんだ。ふん。俺はめんどくせえ話をするのが嫌いでな。ジジイ、頼むぜ。何？亀の中に入って説明してやってくれ。わしがか。いや、しかし急に振られても心の準備が。俺、爬虫類が苦手なんすよ。亀なんかに近寄りたくねえっす。やかましい。さっさと行け。怖え。若い城太郎さん怖え。無理じゃ。わしにはとても。やれやれだぜ。高一、それに露伴っつったか。なるほどなるほどね。へえ。
丈太郎さんの10年前を想像して書くとしたら、確かにそういう感じになるかもな。スケッチしてもいいですか？あ、一応敬語を使わせてもらいますよ。今は僕の方が年上だけど。ふん、おめえ、さっきは俺のことを。1988年の俺を知ってるみてえな口ぶりだったな。それに、あのお方とも言っていた。そうらしいですね。僕が意味ありげなことを喋ってたって光一君から聞いた。だけど今は何も覚えていない。何のことだかさっぱりだ。まるで頭の中にもやがかかったみたいに思い出せない。家教員もそうだったな。異変の影響を受けている時のことは覚えていないか。光一くん、こんなところにいたのね。探すのに苦労したわ。手間かけさせやがって！あんたたちみんなバラバラに引き裂いてやるわ！ああ、まさか、そんな！あれが異変の影響ってやつかい？ちょいと観察させてもらうとするかな。
ぶちのめすわ、光一くん。山岸優香。オープンだけ。感情の暴走、または歪み。ゆか子さん、一体光一くん、待っててね。絶対私がひねりつぶしてあげるから。ゆか子さん、一体どうしちゃったんだろう。まるで昔に戻っちゃったみたいだ。あんな汚い言葉を言って僕を攻撃してくるなんて。そうかい。昔も今もそんなに変わってないように思うけど。露伴先生、ひどい。てめえは、エンヤバ。
さてさて嬉しいやの。わしゃ嬉しいんじゃ、ジョータロー。てめえをこの手で仕留められるからな。立刻ジョータロー。なんだ、あのばあさんは。霧で相手の体を操るスタンド使いだ。どうやら死体を大量に引き連れてきたようだぜ。え？し、死体？てめえは。オープンだけ！やれ！お前たち！てめえらが口にする。なに、そんなこともわからんのか、この毒サレスカタン野郎が。あのお方こそは王の中の王、世界を支配する器の持ち主。お前が歯向かったところで上書きされて消滅するのがオチよ。上書き？
なところで理解はできまいがな。けけけけけ。焦ることはない。いずれ会えるとも。会った時がお前の最後だがね。上書きだと。わけのわからないこと言いやがった。しかし、あのお方ってのは何者なんだ？エンヤバーやウンドゥールたちが忠誠を誓う存在。いや、まさかな。さてと、詳しい話は後でするが、俺たちは聖なる遺体ってやつを集める旅をしている。その協力をしてもらえると助かるんだがな。もちろんだとも。こんな面白い現象を見逃すわけにはいかない。奥安くんや由香子さんを元に戻すためなら僕も行きます。いいよ、そんな気にすんなよな。あ、この声は。親子だとかお袋だとか、あんたとそういう話すんのは2回目だしよ。もうお腹いっぱいっつうがよ。高一にロハン。このカメすげえよ。中が部屋になってたよ。宇宙船みてえでかっぴょいいぜ。おめえらも入ってみろよ。宇宙船だと。この小汚いカメがか。城太郎さん、なんすかこの光は。軽くてカサカサしてて気持ち悪いぜ。おい、丁寧に扱いな。そいつはおめえの聖なる遺体だぜ。一応亀の中で話は聞いたけどよ、全部で9個あって集めてて、こいつで4個目なんすよね。
そうだ。お、ひらめいた。露伴に見せて嫌がらせしてやろっと。やれやれ。おい、長太郎。亀の中でいいものを見つけたぞ。いいもの？カメラじゃよ。カメラを使えばジョースターさんのハーミットパープルなら。今回の事件の黒幕を念写で映し出すことができるはず。うん、トラブルの張本人を暴いてやるわい。行くぞ。ハーミットパープル。これはまさか。ディオ。バカな、ディオのはずがない。そんなはずは。ジョースターさん、スタンドの力加減を間違えたんじゃないか。いいや、ジジイ、おめえのスタンドは間違っちゃいねえぜ。ずっと疑問に思っていたが、ウンドゥールやエンヤバーたちが忠誠を誓う相手ってのはディオ以外には思いつかねえ。しかし奴はわしらがこの手で灰にしたはず。死んだはずの者が生きているというのなら僕もそうです。確かに言われてみりゃバニラアイスもそうだぜ。あの男が従うのはディオだけだ。どういう理屈でかは分からんが、ディオの野郎が生きていて裏で糸を引いている。と考えておいた方がいいってことだな。どのモードをプレイするのだ？ Like, share,